今日の試合先発は戸郷翔征でした。初回はドラゴンズの攻撃を三者凡退に切って取る立ち上がり、その裏でした。ドラゴンズの先発小笠原から侍ジャパンの坂本勇人、先制のホームランでわっしょいわっしょい、今日も勢いを持ってきます。3回7番8番9番と三者連続三振に切って取る戸郷、そしてその裏ツーアウト満塁からウィーラーのこの当たり、ショート強打のグラブの下を抜けていく痛烈な当たりで2人が生還、3対0リードを3点に広げます。与田監督のリクエストもありましたがそれは実らず、ジャイアンツが点を3点差に広げます。続く4回です。大城のこの当たり、東海大相模高校の後輩小笠原からライトスタンドへの一発。ただ5回でした。ドラゴンズも反撃開始、今日5番に座っている福留のツーベースヒット、さらには6番高橋周平連続ヒットで4対11点を返しました。さらにその後戸郷がフォアボールとデッドボール、少し制球を乱しまして4対2、ここで戸郷はマウンドを降ります。ただその後を受けた今村が好リリーフ、1番の強打、見逃しの三振、2番の加藤もセカンドゴロに打ち取りまして、ツーアウト満塁のピンチを切り抜けます。5回の裏のジャイアンツ、ツーアウト二塁三塁のチャンスでしたがここは大城を打ち取ります。そして7回岡本のこの当たりでした。福田がジャンプ一番スーパーキャッチ、途中出場の福田今日は守備で見せます。さらにはウィーラーのこのセカンドライナーも今日セカンドに入っている溝端がファインプレー。8回にはデラロサがマウンドに上がりました。ジャイアンツ見事にこの1イニングを三者凡退、そしてこの後の9回です。ジャイアンツのもう絶対的と言っていいかもしれません守護神ビエイラが上がって三者凡退、ジャイアンツが4対2ドラゴンズに3連勝を決めました。